今日もあすかさんをゲストに迎えてオーガニックコスメ対談始まります。元気してた？元気してたよ。元気だった？まあ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 か。自信たっぷりにまあまあって言ったね。まあまあみたいな、はい、うん、元気だよ元気だよ、うん、アップル素敵だね。アップル、あ、嘘、アップルアップル、あれ、なんかすごい通気性の服、いい服着てるけど、なんで？あ、そういう感じで攻める今日いもう行ってしまおう、もう行ってしまおう、うん、今日はね、ボディケアを、ボディケア、夏だからね、これから、うん、常に今、あ、暑くはないけどさ。そうだね、もうゴールデンウィークも暖かくなってきている。終わりに差し掛かって、日焼けも気になり。あ、そうだね。日焼けのことを何も考えてなかったね、私たち。ボディケアに当たって。え、してる？日焼けのこと。しない。Me too。OK。あの、アフターケアはするよ。ああ、でもなんか、こう。阻止はしない。3日目ぐらいにする。え？日焼けに当たり続け。3日後？3日目ぐらいに日焼け止め塗る。 あ、来てるなみたいな。うん、ちょっともうそろそろいいかなみたいな。あ、守るためにっていうこと？うん、いや、色、あ、黒すぎかな、これ以上いくと色補正的な。そう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 、わかります、そういう感じ同じくやっぱその話はちょっとまた今度また今度、はいはい。じゃあ、行く？うん、ボディケア何が大事？ボディケアは正直いろんな目的あるじゃん。うん、でも横着な私からすると、横着なの？横着だよ。そんなことないよって今言おうとしてたいや、横着な私からするとなんかこう満たされてる感じがすごい大事。あ、やってるなみたいな。やってるな、気持ちいいな、私頑張ってるなって感じ。うんうん、大事大事、うん、なんかどっちかっていうと成分よりもその気持ちの方が大事かなって思う。時間みたいなこと、それ、うん、あとなんかこうなんていうの、自分を大事にしてあげてるなーっていう感覚、トリートメント、そうっていう感覚を一番大事にしてるかも。だから香りとか、まあ、テクスチャーももちろんそうなんだけど、うん、なんかこう自分がこうわーっていうこうっていう感覚が大事。なるほど。そちらは？こちら、こちらは余計なものが取れた感かな。あー、そっち？なんかすっきりみたいな。うん、夜やること多いかも。そうだね、朝やる？朝やんなすごいやらなそうだけどでもなんか一日の終わりにやること多いから、なんか、あ、そうだね、お疲れ様でした。あー、それ大事だね。大事大事。オフした、はい寝ようみたいな。うんうんうん、すっきりね。すっきり。でもチャージ系も好きなんだけど、うん、はいはい、でもやったぞって感じするのはオフ系かなと思っている。確かに確かに。じゃあ行く？うん、どっちか行く？じゃんけん、おい、あ、行こうでしょ。じゃあ行かなかった、はい、片方が決めるっていうの、はい、片方決める。じゃあ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ私はこちら、じゃーん、3位。これ解いて言われるからさ、ほら、テーブル、まあでもリンク貼るんでね、リンク見てください、うん、何か今のはピントが合ってないなと思って。そうそう、あのフレイオイルっていうブランド、あのドイツなんですけど、はい、めっちゃドイツでは売れてると言われている、あのオーガニックのブランドのシェイピングオイルになります、こちら。あのシェイピング、そうそう、体をすっきりさせるオイルでございまして、そう、シェイプ、シェイプ、あのこちらパッケージにもあの裸が、裸っていうか半一です半一がイラストがね、イラストがあの書いてあるんですけど、うん、あのさ、定番のホワイトバーチャーじゃない、うん、メレナの、うんうん、引き締め、そうそう、引き締めのセルライティーな、なんか足が細くなるみたいな感じの、うんうん、あれよりはもうちょっと軽めのテクスチャーでさっぱりしていて、香りも、出してみよう、はいはいはい、え、逆の方がいいと思う、はいはい、結構ゆる、いける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 、ピントは、よし、なんか手相が全部見えたあったあったあった、うん、私が隠れたら、うん、
うんうんうん、軽め軽め、うん、軽め軽め、はい、結構軽くない？軽いです。あ、この匂いの中で独特で好きだよ。爽やか。なんかね、あれなの、はあ、あのね、ヨーロッパの香りじゃない？ヨーロッパの、すごいそう、すごいそう、あの言えて妙すぎてもそれ以上なんかなさそう。ヨーロッパの香りがするんですけど、はい、あのなんていうの、女子感のお姉さん感の強い香り。ちょっと柑橘っぽくない？うん。結構好きなんですけど、この香りも、うん、あのね、さっき言ってたことが分かります。あ、ケアしてるなってな、今のっていう。で、このね、このゆるさっていうか、こうちょっと軽めの感じが好きで、伸びがすごいいいから、マッサージが結構しやすいの、これで、うんうん、で、スルスル伸びて、で、こうすっきりした感じもすごいあるし、あのむくみを取ってくれる感じが結構強いオイルかなと思います。で、好きなんですよ、これ。手頃そうな。そうね。あとね、この軽いの、このパッケージも。思った。でも形かわいいね。形かわいいよね。で、あのキャップもゴールドでかわいいし。寝る前系ですか？こ、うん、寝る前。風呂上がり寝る前。そうだね。うん、いい匂い。いい匂いでしょ？なんかすっきり感ある。でしょ？うん。そういうことなんです。わかりました。でもここには伝わる。うんうんうん、そういうことなんです。え、伝わなかったかな、こちらに。多分匂いを言ってんじゃない。いやよ。なんかレモンとは違うんだけど、なんて言うのかな、ちょ、若干柑橘なんだよね。うん、うん、結構好きなんだよ、この香り、うん、なんか、うん、レモン水の中でシャバシャバ。あー、わかる。でもなんか、ベレダのあのホワイトバーチ、伝説じゃないですか、もう、うん、あれが定番で、そうそう、もう鉄板で、あれは足がスッキリする、すごい素晴らしいオイル、足っていうか体全体がスッキリするっていう。あれ以来、あれほどこう、なんていうの、効果を感じるものがあんまりなかったんだけど、そう、でもこちらそれと同じぐらいの感動を、感じ、そう、あるので、あの知ってる人がね、まだ少ないと思うんですよ、このブランド。まだね、日本に来てそんなに経ってないから、うん、で、ドイツ感あるもんね。そう、ドイツ感あるよね、すごい、うん、で、あのバスオイルとかもすごいいいし、これこのシェーピングオイルなんですけど、体にもうちょっと敏感肌用とかいろんなタイプのものがあるので、そちらももし自分の肌タイプで選べるかなっていう。はいはい、じゃあ3位ね。3位、うーん、やっぱクレイが好きなの。ムニュムニュしてたね。パブリックオーガニックから新しいスクラブが出ます。それをちょっと一足先に使っているんだけれども、出ます。出しちゃっていいかな。いいよ。やっぱクレイなんですよね、これも。うんうん。で、オリーブだったかな、あの皮かなんかなんだけど、もうこれいい匂いじゃない、これ。あ、いい匂い。やっぱ精油美容なブランドなだけあり、爽やか。はい、爽やかでして、私がこれ好きなやり方は、うん、ふくらはぎから下をガリ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 マッサージする、うん、ガリガリっていう表現だったかわかんないけど、粒の大きさがこのぐらいで、これいい匂いだね。そう、まだ使えてないんだよね、私。なんかこのデコルテとかもいいと思うんだけど、うん、なんかふくらはぎにやるとやっぱりその足のだるさとかがクレイだから取れる気がして、うんうん、もちろん肌もツヤツヤになるし、うん、気持ちが良い。やっぱクレイが好きだみたいな。あ、優しめなんだね、結構。優しめ優しめ。結構。ちょっとヌルヌルさせながらこうストロークをしてっていう感じなんだけど、うんうんうん、スクラブいろんなの好きで、なんか塩のやつとかも結構使うんだけど、うん、クレイのスクラブもいいよっていう。うんうん。あ、いい匂い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 。それ服でしょ。うん、服。軽いからすぐ落ちるんですよ。うん、粒が小さくていいね。そうそう、あとチューブなのもいいね。そうなの。あのスクラブってさ、こういうジャーに入ってるの、わかる、わかる、ちょっと面倒くさいよね。あれ気になる。あとシャワーの当たるとこに置いちゃってて、ちょっと浸透してるとか、わかる。あれなんか、あってなるよね。あとこうやって出す時もさ、手が濡れてるとさ、うん、混ざるよね。そうなのよ。わかる。チューブいいね。このスプーンでやるほどじゃないじゃん。そんなにちゃんとしてない。スプーンとかないもん。こうしてる。うん。だからこうや、それもいいところ。うん。それチューブいい、すごい。そう。まあ、気軽に使えて、これ
おすすめです、うん、あと日焼けしてすごいほてってる時とかクレーが入ってると冷ましてくれるから、そういう役目にもいいかも。そうクレーペーストよりカジュアルにできるね。うんうん、うん、クレーペーストをやった時、あれ乾かしてる時どうしてる、体にやんない、えこうしてる、あお風呂で、あ違う、えここら辺で、手にここら辺ここら辺でここら辺で、あ前行ってみたいな。あでも家ではあんまりやらないかも。旅先でもう洗っちゃったなって言って旅先でこう塗ってちょっとこうテレビとか見ながらなんかうーんみたいな、うんうん、あの時間がないバージョン OK 乾かさなくていいから。あそうだよね、うん、じゃあ次行ってみよう、次行ってみよう、じゃーん、あれピー、よっしゃー、フットクリームです。はい、これいいのよ、うん、さっきね試させてもらったけどよかった、これいいのよ。足のむくみの話したでしょさっき、うん、したよ。足のむくみを取ってくる専用のクリームでございます。フットクリーム、アルジタルの、アルジタルの、そう好きだよね、アルジタル好きだよね私たち、うん、好きよ。で香りが良きなんでございますよ、いい匂い、いい匂いだよね、スーってする、なんかスーってする感じで。アルジタルのクリーム系を使ったことがある人は分かるんですけど、アルジタルって独特のクリームのテクスチャーありません？あります。なんか滑ら、滑らかさ、さ仕上がりがサラッとする感じ、うんうん、キュッて入る、そうそうそう、でそもうそまさにそのテクスチャーなんですけど、はい、こう塗ってる感じはちょっとヒヤンとして、こうこの爽やかな香りとともにこう引き締めてる感じとこう流してる感じがあるんですが、それが終わり、マッサージが終わった後はこのなんかいいね、そのストーリーテラーストーリーテラーそれが終わった後はちょっとこう保温されてるような温かさが足に残るんですよ。こうちょっと書いてある、ね、そう冷えにいいって書いてあるんだけど、うん、なんていうの、ぬくもり感じるぐらいの温かさ、ぬくもり感じるぐらいの温かさそう感じるクリームなのこれで、私足がすっごいむくみやすいタイプなので、こういう足のむくみケアに関しては結構ディグってるのですが、はいはい、出張とか持ってってもいいし、飛行機の中とかもすごいいいし、まあ量だけちょっと機内持ち込み用にちょ自分でアレンジしてもらって、うんうん、もういいし、新幹線とか、ね、そうそうそう、マッサージ、リフレクソロジーをしてもらいたい。いや本当に本当にこのさ、このテクスチャーがやっぱいいよね、うんうん、シュンって入っていく、シュンって入るし、こうす滑りやすいこの感じでマッサージもしやすいから超いいっていう、香りにそよ風感があります。わかるわかる、だオフィスとかで座り仕事が多い人とかにもすごいおすすめだよね。あとなんか蒸れる人、あー確かにサラッサラーンっていう感じが、仕上がりがね。じゃあかなちゃんも私も大好きな足湯して、足湯してこれをすると、うん、パーフェクト、パーフェクト。足系のお悩み結構多いよね。そうだね、やっぱ血液が溜まっちゃうもんね。そういうことなんだ。うん、はいはい、トゥルル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 なんかね、ボディローションね、あんまり好きじゃないの、実は、うん、なんか、オイル派？オイル派なの。うんうん、わかる。でも夏とかになると、オイルは重たいじゃん。これは軽かったからいいんだけど、うん、なんか、ドロンっていうのが好きなんだけど、ローションに変えたいなと思ってて、うん、でも塗った時に、こうやってやったら、ここにもういてほしくない。うん。なんか、ローションさんに？そう、ローションさんに、うん、なんか、塗ったと同時に入ってほしくない？ああ、うん。それをこれはしてくれる感じ。へー。でなんか夏とかだとさ、肌が喉乾いたみたいなね。うん、なるなる。あーそういうことね。そうそうそう。はい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 。あいもう入ってくれたの。うんうん。なんか早めにこう入りますみたいな。うん。うん、でちょっとスッってするよね。するする、ひんやりするちょっと。でこれ海藻成分、うん、が入ってて引き締め効果もあり、あとその日浴びて毛穴開いちゃった時とかにこれやると、うん、喉が乾いた肌が、うん、速攻保湿ぐんぐん入る感じでなんかいっぱい使いたいじゃんそういう時。そうね。でもなんかちゃんと入って保湿もしましたよってところまで行ってくれる感じ、うんうんうん、なんか軽めでもっと手頃なやつとかだと入ってくれるんだけど、その後のこう持ちがない感じが、ああ以上みたいな、そ
そう、なんかお疲れ様でしたって感じで、なんかザルにさみたいな感じなんだけどザルにさザルにさみたいな、なんかやったけど持続がないみたいな、うん、でもこれはなんか入りますみたいな、その後ちゃんと働いてますって感じで、うん、働いてますって引き締めときますねみたいな、うん、っていう点でこれおすすめです。そういう感覚はこれもある、うんうんうん、ありそうだった。ちゃんと中にこういてくれて働いてる、仕事してますよって感じがするよね、うん、大丈夫ですよこちらみたいな感じの了解みたいな感じはあった、あるある、機能ってことだよね、機能ってことだ、こんな小芝居したけど機能って言ったなんか小芝居するとも言えたけどしてみてこの言葉が出てきました。そうだねそうだね、はい、プロセスでした、プロセスでした、はい、はい、じゃあ1位、感動の1位を教えて、じゃ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 ん、シュワ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 、効果音なんだこれなんだ、あ惜しい、これはニューヨーク小芝居でなんか今日小芝居 で, で、あの入浴剤です、あのタブレット型の、これちょっとまだ新しいからみんなに見せたい、タブレット、うん、こんなタブレットになってる大きめの入浴剤でございます、はい、はい、その名もバースバースです、バース、あの生まれるのバースと、はい、バースのバースをかけて、はい、はい、よくありがちな、ちょっと残りのデータが足りなくなっちゃって、はい、そうこちら入浴剤でございます。で私お風呂の入浴剤って結構こだわりがあるの、はい、どのような、汗をすごい出してくれるやつが好きなの、まず1個ね、まず1個、はい、でもそれ1個、あれそれ1個それ1個、それ1個、うん、あのこういう入浴剤、発汗、ね、発汗、あの香りとかはもちろんいい方がいいんだけど、あのエッセンシャルオイルとか入れちゃうから私は、うんうんうん、それでそんなに気にならないんだけど、水質を変えてくれる感じなの、そうそうそう、こちらはですね、あの、はい、中性の重曹だったと思う、ちょっと待ってね中性、そう、重曹が入ってる、ね、さっきヨーロッパって言ったから中性って今間違えた違います中性はい、中性、あの酸性とかアルカリ性とか、はい、中性です、中性、そう、このあの中性重曹、中性重炭酸入浴剤なんですよ、こうシュワシュワ、中性重炭酸入浴剤、中性重炭酸入浴剤、 OK OK、 あのちょっとこうお水がパチ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 ってなってで、痛くはないよね、全然、あ、全然痛くない、なんかこう泡がこの辺でこうヒャーヒャーっていう感じのやつなんですけど、めっちゃ汗かくの、もう体に合ってるんだね、これ、あ、合ってるんだと思う、ね、本当にすごいびっくりするぐらい汗かくの、そう、うえーっていうぐらい汗かくの今の可愛かったそうで、汗をいっぱい出してくれてデトックスしてくれて、でやっぱこういう入れてあげるケアも大事なんだけど、やっぱ出してあげる、落としてあげるケアと、あと温めてあげるケアが体はすごい大事かなと思って、体もすごい温まるしデトックス効果もあるし、あのこちらはこの炭酸があのビタミン効果、あ、じゃあ美肌効果のあるビタミン C やクエン酸を配合しておりまして、洗い流すことによってミネラル汚れを取り除き毛穴まで綺麗にしてくれます。じゃあ入ってシュワシュワ温めてくれて、それを洗い流した時にもまた効果があるってこと、そうだ、こう出してくれて毛穴も綺麗にしちゃうよっていうことだと思うんですけど、体がね、そう、もう一回生まれ変わるってことだと思うんだけど、はい、体がこう軽くなった感じがあるの、入った後に、あ、なんかうんうん、取れたね取れたね、うんうん、いいいいみたいな、バースしたんだね、そうそうそう、効果があるからすごいこれ好きなので、伝わってきたの、そう、今欲しくなったのでしょ、いいの、何個、何個入れればいいの、これ何個入れ、あ、私ね、すごい3錠3錠当てた当てた、よかった、カナ的にも3錠、カナ的にも3錠、これ9個入ってるんですけど、これでこれで1000円しないっていう、おお、で抜き、ここには書いてない、さっき調べた、賞を取ったっぽいなと思った、あー、これ何だ、何かの素敵なマークがついてる、素敵なマークがついてる、そう、冷えの人に良さそうだね、冷えの人にすごいいいと思う、でなんかこうさっきのスクラブと一緒なんだけど、こうやってなんか
さじ加減とかじゃないから、はい、うんうん、ポンポンポンで済むからすごいいいなっていう。でこのパッチがパウチになってるのも持ち運びもしやすいし、それこそ旅にも、そう旅にもいいし、なんていうの、やっぱこう入浴剤って結構大きくて重いじゃん、うんうん、だけどこの 3畳だったらタブレットになってる、ね、からちっちゃくて軽いし、うん、とってもいいなと思って、すごい愛が伝わって、うん、すごい良かった。これなんかやりたくなったもん、うん、あとに気持ちよさそうだね。あげる後で、分かった、うん、いっちゃあげるね、今日入るね、うん、今日入って、じゃあ1位ね、はい、なんとパーツケア、うん、これもないんだ、ヒップ&レッグケアクリームアンティームのコスメです。はい、お尻クリームなの、うん、お尻だけじゃなくて、なんか私パーツケアがすごい好きなんだけど、うん、そういうイメージ、そうなの、なんか集中できるじゃん、うん、でどうなったかが分かりやすいじゃん、うん、だからすごい好きなんだけど、やっぱり腰回りとか流れが悪くなる、流れが悪くなりやすいんです、あのウーマンは、うちらね、はい、でこれは揉みほぐすことによって流れを良くしてくれる、プラスなんかね、なんていうのか、キュッてすんの、うん、肌がキュッて、そうで、お尻ってさ四角じゃん自分からしたら、あ、うん、だからあんまりなんか気にしてないけど、ケアするとあれなんか違うってなる、なる、あとなんか足がちょっと締まる感じもする、でもすっきりして締まるってよりは、これ植物成分いっぱい入ってるんだけど、なんか泥とかでなんか取れる感じとはまた違う、うん、巡りを良くしてくれる感じがあって、なんかこの辺でたまりやすくなる、そうだね、30代のリアルな、うん、あれでもあるんだけど、腰回りのケアとかしたい人にすごく良さそう。このブランドさんはやっぱなんていうの、こう結構強いよ、クロートっていうか、クロートこうっていう感じのブランドさんだよね集中みたいな、そう、バスト用ケアクリームもあって、それも使ってるんだけど、うん、頼れるって感じ、うんうん、女の人のケアにすごい、うん、やっぱ強いそういうイメージ、すごいブランドなので、うん、なんか私ちょっと腰回り気になるわっていう人、これやってみてほしい、うん、あとなんか脂肪がさ、やっぱさ、なんか内股とか、うん、この腰回りとかやっぱつきやすいと思うんだけど、そこら辺の巡りの悪さも解消、けど毎日やってけど毎日やって毎日やることが、これは意味がある気がする。ああそう、なんかだからお風呂のところにこうやって置いといて、うん、もうなんか日課、ね、ルーティンに入れちゃう、うんうん、下着つける前に体拭いたらさっみたいな、うんうん、よしやったみたいな感じにこれはしています、うん、だからちょっとウーマン系のケアをしたい人に大事、はい、うん、まだ本当はあるでしょ。そうね、細かいことを言ったらね、うん、いっぱいあるよね、いっぱいあるよね、またもうちょっとなんか夏になってきても違うよね。うん、今日こうちょっとざっくりボディケアっていうテーマだったから、今度はなんかもっと細かいテーマにしたらいっぱい出てきそうだね。スリミングだけでもいっぱいあるもんね。そうだね、スリミングだけでもいっぱいあるもんね。はい、はい、ボディケア奥が深いよ、奥が深いよ。じゃあまたまたボディケアやろうね、またまたやる、うん、今日は広めのボディケア、広めのこうね、ザーッてじゃあじゃあまたねー、はーい、またねー。